自分で作ろう DIY アイディアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はまた縫い物のビデオをアップしたいと思います。今日作っていくのはここにありますシュシュですね。この中にゴムを通してありまして、髪飾りとして使っていただけるシュシュです。ね、もう一回流行ってからはもう髪飾りアクセサリーとして定着しましたけれども、これお家にある端切れで簡単に作ることができます。で、初心者の方にも、まずチャレンジしていただくのにぴったりだと思いますので紹介していきたいと思います。さあ、用意したのはここですね。裁ちバサミに、そして使いたい端切れ、縫い糸ですね。このようにこの、用意していただいた生地に合った糸の色、そしてこのように、生地の長さを測っていくメジャーを用意してください。で、一番大事なのは中に入れるゴムです。このようにちょっと太めのゴムがあるといいと思います。で、このシュシュですけれども、手首のところにつけても可愛いので、手首にせっかくなのでつけられるような大きさにしましょう。ゴムをこの手首のところの長さで測って、だいたいこれぐらいかなというのを見ておいてください。なので短すぎると手首にはまりませんから、だいたい20センチぐらいですかねは、あるといいと思います。で、この生地ですが、私ちょっとこのようにキラキラしたものを選んでみました。こういうものを使うと髪にねぴったり合いますのでおすすめです。で、これですけれども、だいたい8センチぐらいの太さ、幅、そして50センチぐらい切ってみました。結構長いですね。50センチぐらいの長さに切ってみました。クシュクシュっとしないと可愛くないので、ちょっと長めにしています。で、それを半分に折っていただいて、で、このように綺麗な面を内側に、よいしょ、折っていただきます。で、これはねまだ半分には折っていません。単純に、幅を半分に、綺麗な面を内側にして折りました。で、これですけれども、ちょっと待ち針を刺すと、ほつれやすい生地にはなっていますので、待ち針を、刺しても大丈夫な生地かどうかちょっと確認してから、もし無理なようであればアイロンをね軽くかけてからミシンをかけていただくといいかなと思います。私のね生地はちょっと待ち針を慎重に刺さないと、生地が引きつってしまったりするので、そこだけちょっと気をつけながらやっていきたいと思います。で、いつものようにひっくり返します。ひっくり返すときはこのように安全ピンを使うとやりやすくなります。一番端にこうやって安全ピンをつけていただいて、で、このように中に入れ込みます。安全ピンをねこうたどりながら、こうやって前に進ませていくと、こうやって生地がついてきますから、苦労せずにひっくり返すことができます。さあ、そうするとこのように縫い目をちょっと上にしていただいてしごいていきましょう。ひっくり返した、ままだとちょっとブワッとなってますから、ちょっとしごいておいてください。で、しごけましたらゴムを中に入れていきます。こうやってまた安全ピンを先につけていただいて中に通していきましょう。で、これですね、もちろんゴムの方が、この筒より短いですね。なので一番先が中に入り込んでしまわないように気をつけながら入れていってください。で、一周通ったらゴム同士をまずはこうやって縫い付けましょう。で、これね、ゴム同士はこのように平行に重ねるのがおすすめです。そうするとあんまりね段差ができません。ここよくミシンで縫い付けていただいたら、こうやって筒同士を、一つの筒をもう一つの筒のところに中に入れるようにして、
で、縫い目のとこですねを重ねるようにしてください。でポイントはこの筒の先です。先を少しまず折り込んでからこの作業をすると、こうやってねほつれる部分が見えずに綺麗に出来上がります。で、あとは手縫いでいきましょう。こうやって私は細い細い糸で縫っていきますけれども、例えば今の生地だと赤色のね糸で縫っていくと見えにくくなると思います。で、もうちょっとだけこうやってさらに縫った後で中に入れるともう全然見えなくなります。で、どこがね縫い目だったかわからなくなります。さあどうでしたでしょうか。もちろんこの刺繍もっとボリュームがあるものにしたいという方は幅を大きくしてもらったり長さを長くしてもらったりするといいと思います。で、他にもねいろんな生地を組み合わせたいとか、もっと、フリフリにしたいという方はバリエーションね聞かせられるので、これが基本となります。で、こうやって腕にはめると可愛らしいアクセサリーにもなりますし、髪飾りとして、このくくり目のところにつけていただけるととっても可愛く仕上がります。で、このようなちょっとサテンのといいますか、オーガンジーじゃないな、サテンの生地を使っていただくと、手作りでもとっても豪華に見えますので、それは本当におすすめです。もし、せっかくね買うというのであれば、こういうサテン生地を買うのを私はおすすめしております。さあ、このビデオ気に入っていただけたらいいねをしてくれると嬉しいです。いろんなね編み物そして縫い物のビデオたくさんアップしておりますので、初心者の方にも分かりやすいように丁寧に説明していっております。ぜひチャンネル登録をしてください。さようなら。